じ曲げられた記憶の中で見上げるのはストリップ劇場の上りの旗だ。喫茶店に入る金もなく風呂屋の路上に同封することは35円の栄光より貧しいのか。七人を足しゃ苦になるが、苦にならまだまだいい方で、死に死を足しても苦になって、夢は夜開く風呂屋に続く暗い道、35円の栄光は明日の情にもなれないで、夢は夜開く八百屋の裏で泣いていた子供背負った泥棒よ、キャベツ一つ盗むのに涙はいらないぜ。サルトル、マルクス並べても明日の天気はわからねえ。ヤクザ映画の看板に夢は夜開く四畳半のアパートで、それでも毎日やるものはヌード写真に飛び散った正規服ことよ。本当に行くと言うのなら、この包丁で母さんを刺して刺してから行け、行くのならそんな日もあった。赤ちょうちんに人生論、やけに悲しく釣り合うが、とっくり一つの幸せをなんで飲み終わる。生まれ故郷の青森じゃ今日もしけだと言っている。現金書き留め来たと言い走る妹よ。ここは渋谷のステーション、少女のメンスと歌ってる男にゃ子供は産めねえが、俺でも流せる赤い血は、夢は夜開く歌っても、開く夢などあるじゃなし、まして夜など来るじゃなし、夢は夜開く。